今日は変圧器の負荷分担について学習いたします変圧器の負荷分担についてこれは2つの変圧器が並列で接続してある状態です負荷分担とは何か例えばこの負荷に 100VA の電力を送るとしますこの変圧器で 70VA の電力を送るとしたら残りの 30VA はこの下の変圧器で送られることになります このように電力を振り分けて送ることを不可分担と言います。ちなみに 100VA とか 70VA というものすごく小さい電力で表していますが、実際の変圧器では数キロ、数メガ VA という単位の電力を扱います。あくまでも分かりやすくするために非常に小さい数字で表しております。ところで、変圧器には定格容量というものがあります。変圧器を通して電力を送るときには、 送る電力は、変圧器の定格容量以内の電力である必要があります。例えば、定格容量 50VA の変圧器があったとして、その変圧器で 70VA の電力を送ったら、変圧器は焦損する可能性があります。電力が大きいということは、それだけ大きな電流が流れます。電流が流れるということは、熱を持ってしまいます。よって焦損する可能性があります。変圧器で、 電力を送るときに、どの大きさの電力が各変圧器にどれだけ振り分けられるのか計算できなければなりません。その計算方法を学習していくのがこの分野です。では次に計算方法を解説いたします。負荷分担の計算方法について解説いたします。例えばこの変圧器の定格容量が 200VA だったとします。パーセントインピーダンスが10%。 こちらの変圧器の定格容量が 100VA、インピーダンスが2%だったとします。では、この負荷に 140VA の電力を送るものとします。この時、この2つの変圧器において何 VA ずつの電力が送られるかを計算します。まず最初に、インピーダンスを基準容量に合わせます。基準容量というのは自分で自由に決めてもいいんですが、 普通は一方の変圧器の定格容量、例えば 200VA に合わせたり、あるいはもう片方の変圧器の定格容量、100VA に合わせたりします。では今回は基準容量を 200VA とするものとします。こちら上側の変圧器は元々 200VA ですので、パーセントインピーダンス10%はそのままでいいです。こちらの変圧器は 100VA となっています。この 100VA を 200にするには2をかけます。それと同時にパーセントインピーダンス2に同じように2をかけます。そうすると4となります。次に公式を使って計算していきます。使う公式はこれらになります。こちらを通る電力を PA とするならば、この PA の公式を使います。また、P イコール PA プラス PB という式がありますので、 もし PA を求めてしまったら、この P イコール PA プラス PB の式を使って PB を求めてしまっても大丈夫です。ではまず、こちらを通る電力 PA を求めようと思います。PA イコールパーセントインピーダンスの合計10、10たす4です。分子の部分は、今計算しようとしている変圧器の逆側のパーセントインピーダンスを代入します。10ではありませんのでご注意ください。 あくまで相手側のパーセントインピーダンスです。次にかける数値は送り先の負荷の電力の値です。つまり PA と PB を足したものが140となっています。これをここに入れます。ここから PA を求めると40となります。よってこちらの変圧器を通る電力は 40VA ということになります。次にこちらを通る電力 PB を求めます。こちらの PB の公式を使ってもいいんですが、P イコール PA プラス PB の式を使った方が簡単に求まりますので、こちらを使おうと思います。PB は P マイナス PA の計算でできます。P は140で、PA は先ほど求めた40です。1 4 0 4 0で100です。よってここを通る電力は 100VA とわかります。電源算子の試験では、 この公式丸暗記で十分対応できます。なぜ基準要領を合わせなければならないのか、なぜこのような公式ができるのか、理屈を知りたい方は、このまま動画をご覧ください。先ほどの公式ができる原理と、なぜ基準要領を合わせる必要があるか、詳しく解説いたします。まず、この2つの変圧器は並列接続ですので、ということはここにかかっている電圧 V は等しいです。 こちら上側を通る電力を PA とします。定格電圧×電流で VNIA とします。PB についても VNIB とします。この両者の電力の式で異なるのは電流 IA と IB です。ではこちらの変圧器の内部インピーダンスを ZAOM とします。こちらを ZB とします。ここにかかっている電圧 V は電流×インピーダンスにより iaza イコール電流 ib かけるインピーダンス zb により ibzb です。iaza イコール ibzb の関係から ib 分の ia イコール za 分の zb という関係がわかります。この式からわかるのが流れる電流はインピーダンスの逆の比になるとわかります。例えばなんですが za と zb が3対2の比であれば 流れる電流は、その逆で2対3の関係にあるということになります。ところで、この PA と PB の式を見てわかる通り、電流が異なります。つまり、変圧器にかかる負荷の電力 VA は、電流で決まるとわかります。ということは、変圧器の負荷の電力 VA は、インピーダンスオームの逆の比になるとわかります。これはつまり、インピーダンスが3対2なのであれば、 負荷電力 PAPB は2対3の逆の比になるということになります。よって、インピーダンスオームの比に着目していこうと思います。ところで、IB 分の IA イコール ZA 分の ZB を比で表します。そうすると、IA 対 IB イコール ZB 対 ZA となります。では次に、こちらの変圧器のインピーダンスと、こちらのインピーダンス、 %za,%zb とします。パーセントインピーダンスの公式は、定格電圧分の定格電流×インピーダンス c e × 1 0 0となります。この式から、インピーダンス z a を求めると、za イコール 100ian 分の vn×%za となります。では、こちらの下の変圧器においても同様の計算をします。 パーセントインピーダンスはこのような式になり、これを変形すると、ZB はこのような式になります。では、こちらの ZB 対 ZA に、今求めたこの式を代入します。ZA の式をここに代入し、ZB の式をここに代入します。その結果、このような式になります。この両方の式において、100分の VN というのが、 同じものが入っておりますので、これらを割ってしまいます。さらに、この分母の部分、定格電流 IBN、IAN に、定格電圧 VN をかけます。IBN×VN、IAN×VN は、定格容量になります。よってこ、こちらは PBN、こちらは PAN となります。この式を整理すると、このような式になります。 これは先ほどの式です。IA 対 IB はこのような式となります。次に IAIB に VN をかけます。VN×IA は PA で、VN×IB は PB になります。このような式になりました。では仮に、こちらの変圧器の定格容量を200、こちらの定格容量を100とします。 負荷に送る電力を140とします。パーセントインピーダンスも具体的な数字で考えてみようと思います。こちら10%、こちら2%と考えてみます。これらの数値をこの式に代入します。このようになります。では、この2つの数値なんですが、分母の部分を合わせようと思います。こちら200ですので、この100に2をかけます。それと同時に、分子上の部分にも2をかけます。 そうすると、200分の4となります。今、この100に2をかけることによって200にしました。分子の部分は2に2をかけて4になりました。この計算方法というのはつまり、こちらの定格容量の100を200に合わせるために2をかけて、こちらのパーセントインピーダンス2に同じように2をかけていると、そういう計算をしています。つまり、今やったこの計算は、 基準容量 200VA に合わせているということになります。では、こちらのパーセントインピーダンス2は4になりました。今の計算により、200分の4対200分の10、つまり4対10とわかります。PA 対 PB は4対10です。では、この比の式から PB についての計算式に整理します。ところで、負荷に送られる電力 P というのは、 こちらから送られる PA と PB の合計です。ではこの式の PB にこの式を代入します。これを整理するとこのような式になります。この式をさらに整理してこのようになり最終的には10プラス4分の 4P となります。ところでこの式における10とは何だったかというとこの変圧器のパーセントインピーダンスが10です。また、 この4というのは何かというと、この変圧器において基準容量を合わせた後のインピーダンス4のことを表しています。よって、この10は %zza であり、4は %zb ラッシュを表しています。このような関係から公式 PA は求めることができます。最初にも言いましたが、 この理屈は知らなくても、電検算種では問題を解くことができますので、丸暗記でも全く問題ありません。また、この公式を導出する方法はいろいろあります。特に、この方法にこだわる必要はありません。ご自身でも導出方法を探してみてください。それでは以上で、今日の学習は終了となります。お役に立てましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。